錦職人はですね、岩沼市にあり、本社の工場があるポルト職人の専門メーカーです。で、今回防災がテーマになるんですが、錦職人も東日本大震災で被災をした企業の一つであります。ちょうどそこと、ここが同じところですね。玄関のところまで水が来て、車とかも押し寄せて、かなり大きい津波の被害を受けました。で、ローリングストックっていう言葉って皆さん耳にしたことありますか？災害時に備えて非常食を一定量備蓄していく方法になります。普段から食材をストックして災害時に備えて、食べたら買い足す、消費するというのを繰り返していくような方法になります。比較的温めなくても食べやすいカレーっていうのを3つご紹介しております。こちらのカレーの選んだポイントとしましては、レトルト食品、温度が低いとソースの油が固まってしまったり、粘度が高いものがあったりします。常温にするとお肉が固くなってしまうので、お肉を使用していないこういった野菜を使ったカレーとかがおすすめになってます。もう野菜も柔らかく、このレトルト殺菌機をかけるときに圧力鍋で煮る、煮込むっていう調理もしているので、お肉と野菜とかもかなり柔らかくなります。現在では、災害時に作ることができる料理の開発、レシピの開発だったり、それらのレシピを使用して今回のような料理教室など幅広い年齢層へ向けて活動を行っています。ポリ袋クッキングとは、その名の通りポリ袋に材料を入れて湯煎をしクッキングする方法です。湯煎を行うため、フライパンや鍋など施設調理するよりも洗い物を減らすことができる点、一つの鍋で複数の料理ができる点、セットコンロと鍋があれば調理の点が特徴となっております。災害、そうですね、ガスが止まっても電気が止まっても、これさえ家に調理しておければ簡単な調理が災害時もできますので、やっぱり日頃からお使いいただくということがすごく必要だというような話をいろんなところで感じておりました。ラップを敷いて、その上にお料理乗せて、食べ終わった後にラップを捨てていただくと、お皿が汚れないというふうな工夫ができますので、今回そのようにして。2時間にわたり皆さんとお話だったり調理だったりできて、すごく自分自身もいい経験になりました。ありがとうございました。
まあ、近くの方に今日の経験っていうのをあのお伝えいただいて、あの防災について皆さんにあの広めていただければ、あのこの防災の知恵っていうのはどんどん広がっていくのかなと思いますので。東日本大震災の時、私もカセットガスよく使ったんですけど、あの時暖房が切れて家すごく寒かったんですよ。その時にやっぱり火使って調理すると家の中も暖かくなるっていう効果も一つあるなと思いました。時々話しながら、あ、備蓄用品切れてるから若干行こうかみたいなのを定期的にそういう日を作っていただければいいのかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。